このアンプとかどういう感想とか、なんか実物で撮ったものと、はい、これで撮ったものと聴き比べとかも密かで見たんです、ね、はい、曲の中で切り替える分にはこれ、僕機会があったらまた別の機会にやってみようと思ってるんですけど、ほとんど聴き比べ、あの曲の中で切り替わってる分にはわからない、違和感なしということですね、うん、なるほど。ちょっと音を聞いてみましょう。思いっきり歪んでる音色って割とシミュレーションしやすいんですよね、はい、うん、なるほど。あのいろんな機種でも、あのそれこそファズですとか、はい、ストンプのディストーションですとか、マーシャルっていうのは割とよく聞くんですけども、あのこういう、まあ、オーバードライブ気味というか、あのアンプが割とナチュラルなんだけど、それこそつまみの持ちでちょっとずつ歪んでくるっていうタイプのアンプの音色が今回すごく良かった。いいですね、かっこいいですね。はい、ここもちょっとさら、なんかコメントあります？これ特に思い入れがあるとか。特にないです。あ、じゃあ次行きましょうこういうのもありますよね次、これ最後なんですけど、ボックスの AC30 は名機ですよね、これのとこちょっと聞いてみましょう。これ特徴のある音しますからね、はい、マニアックですね。マニアックですか、やっぱり、うん、あのなんで MX だからなんてロスなんだって何かありますけど、ただ一時期すごく流行りました、ね、あ、そうなんですか、うん、あの特にあの渋めのプロが来たのは、ダイナコンプじゃ抜け悪いからロスだみたいな。その割にあの未だにあんまり見かけるということはない。あ、そうなんですね。ちょいレアな感じなんですかね。そうだと思います、ね、僕正直知らなかったんで、なんでこんなのをモデリングしたんだろうと思ったんですけど、まあいろいろ調べていくうちに、まあそういったあの、まあ、名声を得てるコンプということで、びっくりしたんですけど、まあ、ここら辺とかもご存知の MXR ボックスのワウペダンですね。ちょっとこの照り返しというか反射見てくださいって、もうマニアックな話ですけどこれを僕はもう見せたかったんです。今日これ一番見せたかったです。ちょっと動けます、あのペダル。リアルじゃないですか、なんかどこに開発プラグがなんかあの高そうな安そうな中途半端な感じがいいですよねどこのなんだろう。ここにあの普通バネあるじゃない。あ、ついてますね。なんでないのよ。確かにないですね。なんかプラグの形はスイッチクラフトにちょっとあの似てますね。とこういうバネの方が反射がそうです。音聞かせてください、はい、あのおしなべで言うと、はい、もちろんその、まあ、さっきの実物と比べてみたりとかっていうこともしてみたんで、あのいろいろあるんですが、はいはい、ただ実際にそのさっき聞いていただいた曲としてあの最終的にはアンサンブルの中に入ってしまうので、あのアンサンブルの中であの、まあ、ましてこういうステージって、まあ、ライブハウスぐらいの規模で弾いちゃってみると、はい、これ本当アンプいらないんじゃないかなって思っちゃいますよね。もったいしね、メンテ大変ですね。まあまあそうですよね。で、あのやっぱり代用品ではあるのかもしれないんですけれども、あの比較というよりはこれで最初から作って、あの自分が思ってる音色ができるんであれば、はい、あの代用品というよりもこれも一つの手立てとしては、はい、本当のアンプを使うのか、ね、イレブンラックを使うのかっていう選択が十分成り立つ。なるほど。斉藤さん、どうもありがとうございました。盛大な拍手をお願いいたします。